かつて魔王オロチは時空を歪めて英雄たちを集めた。だが英雄たちは魔王、幼者、そして絶対の破壊神を打ち、元の日常へと帰っていった。全てを忘れて。なかなか見応えのある物語だったな。例のものを。は、父上。彼らの絆を再び結び合わせれば、新たなる世界が生まれるだろう。この腕輪があれば、それもたやすい。あれさえあれば、きっと。ペルセウス！妙な感覚だ。そういえば、今は曖昧な感覚の話より任務が最優先では。うん、新入りの言う通りだ。先を急ごう。ここまで味方に一度も会わなかった。戦つ前にどう考えてもおかしい。前まずは様子を探ろう。油断せず進軍すべし。追い払うまでよ。
ちの主は強い。てめえらでもかなわねえよ。強き主か。死に入り、部活に突っ込むな。言われなくても分かっています。お前たち羽柴軍ではないだろう。どこの軍のものだ。まだ届けるか。あっちの世界の連中め。あっちの世界って何だって。前派の軍にはなかなかの将が揃っているようだ。そうですね。もしかして羽柴の同盟軍でしょうか。落ち着いてください母上。それにしても様子が変です。直政生産。さあ来やがれ。 お前なんたらひとひねりだ。押し通る。俺の腕見せてやる。見慣れぬ顔ぶれですな。大方例の連中の仲間だろう。父上の手を煩わせるまでもない。敵の偉い人たちが出てきたみたいです。何か教えてくれるかも。私たち道に迷ってしまいました。ここはどこなんですか。この世界に来たばかりか。いや、敵の言うことを鵜呑みにはできない。悪いが排除させてもらうぞ。マイ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 奥義押し通る。平八これにあり。はい、すみません。ごめんなさい。かなわぬか。この勝負次に預けるぞ。ほう、ただの雑魚ではなさそうだな。この力を存分に震えるかもしれん。ただならぬ迫力、あれが敵の総大将じゃ。そのようだな。気を緩めるなよ、しのぎ。ここまでですぞ。これより先へは行かせませんよ。この場所やお前たちについて教えてくれ。それでも立ちふさがるんだ。戦わざるを得ない。おや、何もご存じないとおっしゃいますか。いや、敵の言うことなど信じられませぬな。兵器の陳旧を倒すと面白い。貴様ら、俺と戦え。並々ならぬ気迫よ。相手にとって不足なし。本田平八郎忠勝がお相手いたす。マイ。
はりただの雑魚ではないようだな。そなたこそ生きながら見事子供と戦う感覚どこかで。気にさせたいようだ。上ならざる力よ、一旦引くぞ。奴は追ってきていないようですね。あの凄まじい力は一体。見たことがない建物や不思議な服装の敵も気に。それを判断するには材料が少なすぎる。十分に注意を払いつつ周囲の状況。それにしてもあの男どこかで。この先何が起こるかわからん。本田忠勝、委員、困惑する、ここ。あ、うん。戦の準備を進めて。黙って見ていたところで状況はか。わかりました。先遣隊、じきに本隊が来るはず。なら敵の大将に直接話を聞くとしましょう。
彼らに話は通じないようです。もっと上の者と会わなければ。力陣地を超えている。されど今は先に進むことが肝要。
どうした新入り。あ、はい、ナオマサ。どうやら他の使い方もできそうです。長谷川義の戦闘侮れません。私たちもすぐに出陣の準備を。義の先兵だな。思ったより少ないか。油断はしない。ちょっと偉い人みたいですけど、やっぱり話を聞いてくれる雰囲気じゃないです。敵を打ち取った。義軍の迎撃に向かう途中、妙な霧に包まれたと思った。彼らと遭遇しました。ですが義の撹乱部隊にしてはどうも様子が変です。やけどする前に引くぞ。義軍か。尊賢様のもとへは行かせぬ。堂々と二条札を叩かせておいて合格だ。それ以上観察している場合ではない。我らはその尊賢殿に用がある。押し通るぞ。ながら見事ですね。ですが義にあんな将がいたでしょうか。
まあ派手に暴れて困ったわね。でもこれ以上はさせないわ。なんて凛とした美人。じゃなくてすみません、押しております。天下無双の武、ここに極まれり。しないわ。あなたがこの軍の指揮を執っている方ですか？我らは敵ではない。即刻矛を収め、話を聞いてもらえぬか。その言葉信じるとだ。確かに義軍には見える。話を聞こう。私は孫厨房、葬儀が進行してきたとの報を受け。妙な霧、我らも同じ。しかしそれに孫家そえ、異なる時代場所の人間が私たちは、だが話も聞かず戦いを仕掛けておいてすまぬが、陸白炎孫厨房、貴松炎、戦うことでしか守れないもの。この主義法こそが偵察に出していた兵が戻った。なんと董卓。董卓は民を巻きならば同行させてもらいたい。ああ忠勝が来てくれ。先ほどの妙な武器使えば
陣地を。そう、他にもいろいろな武器が手に入って。戦いはどんどん激しくなってきた。ああ。孫中坊、この天下を新たなものとせん。本田忠勝とどのような、急ぎ到達。皆進め、董卓を倒し民を救うのだ。民の中にも戦っている者がいるか。あっぱれな心意気を死なせてはならん。平八これにあり。董卓様の命令だ。諸君、食料を根こそぎ奪ってやれ。反乱軍に協力する民は飢え死にだ。董卓、我ら史書に書かれた通りも多くのようだ。丹部敷いたんだ。父肉林に吹ける悪逆非道な男だ。しかし先ほど敵兵が言っていた反乱軍とは一体。
俺たちから食料を奪う気だ。ここまでよく耐えてくれたのね。私たちが必ず守るから安心して。もう大丈夫です。安全なところへ避難してください。お見事です。私も見習わなければ。民が危ない、救援を急げ。晒すとは。命拾いしました。ありがとうございます。他人の時に何を手間取っておる。わしがさっさと片付けてくれるわ。董卓の本体が民を。ここからでは間に合わん。兼継殿、神が襲われているぞ。我らの前で何という暴挙。ああ、馬長殿、見過ごすわけにはいくまい。意と愛の将たる我らが救わねば。さあ銀平殿も。はい、力いっぱい頑張ります。まあすごいのね。素敵だわ。水流。
金鉢を。意と愛にあふれた勇士だな。金粒殿こそ正義を貫く男、その気概は何者にも破れぬだろう。熱いお二人ですね。度が過ぎる気もしますが。無双の武を示せ。頑張ります。わしは帰るぞ。信長め、面倒なことをさせおって。信長と聞こえたぞ。なぜ董卓がその名を。おお、その力で世に正しきをなせよ。本当にありがとうございます。助かりました。無事で何よりです。ここは我々に任せてください。よし、民を救うことができたな。あとは敵の残党を追い払うだけだ。董卓はもういないの？また悪さをして帰ったのかしら。早く探そうの。マロは帰って蹴鞠がしたいの。みんな、董卓を探して。邪魔する人は徹底的に痛めつける。新手だと。まさか民を追撃するつもりか。城内に乗り込もう。敵の援軍を断つにはそれしかない。免除の記憶に。まあ、門が閉まっているのね。困ったわ。では門番に部位を示しましょう。彼らの戦意をくじき門を開けさせるのです。よくぞ董卓を追い払ってくれた。敵の敵は味方、そう思ってよいのか。敵味方の問題ではない。その疑心に共感したのだ。これより我らは同志、共に類の輩を打ち払う。おお、いい戦ぶりだ。董卓殿、どこに行ったの？まさか蹴鞠かの。残っているのは配下の方だけね。ほんと自分本位な男。俺に勝てると思ったのか。
どいい。我が知略を試させてもらおうか。お見事です。私も見習わなければ。お前こそ真の三国武将だ。策の練り直しだ。タク軍の残党だな。民の安寧のためここから出て行ってもらう。これらにて無双の武を示さ。頑張ります。柱のごとく。もしかしてトウタク殿はもういないのかの。そのようね。ならあの人のため私たちがここを地獄にしてしまいましょう。負けてしまったの。うつけ殿に怒られてしまうの。あの人が怒るかしら。この状況きっと喜ぶわよ。トウタク、そして奴の裏にいる信長という男、一体何を考えている。我らの、それにしても、この世界、我らは切り、この世界ならば、信長、わかった。この馬毛器、分身の娘、菅銀天、義、天下に、よくぞ来てくれた。剣心殿、劉備とはいえ、まっさ、また。とはいえ、うん。それ、うん、劉備、竹の、そん、わかった。いざ、劉備、覇者検証。おう、硬直。うん？気づけば。最善の結果だな。